国内で CVT といえばスバル。スバルといえば CVT。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくり魔理沙だ。霊夢の言う通り、今のスバルは OEM やマニュアルを除くと CVT だからな。昔っからスバルといえば CVT ってイメージもあるだろう。そのせいで、CVT アンチからは、スバルなんてどうせ CVT なんだからつまらんとか言われる始末。5チャンネル民とか特にスバルの CVT には厳しい意見が多いからな。なぜここまで CVT が嫌われるのか見ていこうじゃないか。みんなそんなに CVT 嫌わなくったっていいじゃない。てなわけで今回は、CVT なぜ嫌われる？オートマと比較した仕組みと特徴の違いゆっくり解説を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。今回は CVT ってなんぞ？って説明については、釈迦に説法だと思うので割愛をさせてもらう。多分 CVT って何なの？ってのを詳しく知りたい人は、うちのチャンネルみたいに適当じゃなく、懇切丁寧にやってるチャンネルがあるはずだから、そっちを見てね。それでまず、スバル含めて CVT 搭載車が嫌われる理由なんだが、一般的に言われてるのは CVT のデメリットの一部から来ている。そりゃ、数あるトランスミッションの中から、デメリットのないものなんて、あるはずないじゃないか。ただ、CVT のデメリットは車好き、運転好きの中では受け入れられない人も多くいる。その一つに、アクセルの操作と、エンジン回転数の上昇、さらには加速力がバラバラになることだな。どういうこと？CVT の車もアクセル踏めば加速するし、離せば減速しっかりしてくれるじゃない。確かにそうだが、CVT の場合はアクセルを踏んでいるのに、加速しない時間があったり、エンジン回転数が下がってゆく、というシチュエーションがたびたび発生するんだ。車好きからしたら、その点が CVT を許容できない要因の一つになっている。ああね、確かに固定されたギア比のトランスミッションじゃ、アクセルを踏み込みや、エンジン回転数が上昇するし、一緒に加速力も増えていってくれるものね。CVT だと、それが劣ってると言いたいわけか。多分だが、CVT 嫌いって言ってる人の多くは、これが原因で CVT 嫌いになってると思う。おそらく、ちょい前の人気オートマ機式はどれって聞かれたら、1位 DCT ツインクラッチ、2位トルコンオートマ、3位セミオートマ、って答える車好きは多かったんじゃないかな。現に、ネットでの質問内容の返答の中に、マニュアルにしろ、オートマにしろ、ギアのつなぎ目で大なり小なりの変速ショックがあって、運転のうまさは、マニュアルの変速ショックの少なさがその指針である時代もあった。ところが、初期の CVT には結構問題もあって、トルコンでないからクリープがない。そのため、市街地でのストップ&ゴーでは、意外と、ギクシャクした運転になってしまいました。また、CVT はいつの間にかスピードが上がるという、それまでのアクセルワークに反するスピードの上がり方でした。マニュアルオートマにしろ、アクセルを踏んで回転数とスピードが出て、ギアを上げて回転数が下がって、またスピードが出て、という繰り返し、回転数音や振動を感じて、スピードを捉えていた。それが、CVT だと、音とスピードがリンクしないと感じる人たちが続出したのです。いつの間にかスピードが上がってしまって、本来ハイギアで、静かになる時にまだ唸っている。という感じ。実際、CVT は構造的には高排気量車やハイパワーの、車には対応しきれないギアボックス。特に、欧州ではまだまだ現代でもマニュアル派が主流であり、いろいろ問題のある CVT は受け入れられませんでした。ギアショックはあって当たり前というのが欧州的考え方です。DCT のように、変速ショックがあっても構わないのです。車に求めるものが、日本と欧州では違うので、文化も考え方も違うので、それも当然。ただ、現在では、九段オートマという多段オートマ化が進み、変速ショックをなくすことにも成功しています。一方で、日本では、CVT の技術革新が進み、低速域でのギクシャク感は、解消できるようになり、また、信号ダッシュで、アクセルの踏み込みと回転数を、意識しながらドライブを楽しめるという環境は、市街地走行ではほとんどなくなりました。よって、CVT の方が明らかにスムーズな運転ができるため、日本では、普及したのですが、昔からの車好きとか、欧州では受け入れられなかったのです。欧州と日本では価値観が違うからね。どっちかというと昔ながらの車好きの人は、欧州感覚に近い人が多いのかな？特にマニュアル乗り、昔マニュアル乗りだった人はそうかもしれないな。ウプ主もマニュアル乗ってるが、変速ショックがない車になると、なんか落ち着かない気持ちになるし。大体、CVT 嫌いの人の意見がわかったわ。ぜひ、この動画を見てる人の中でこれも CVT が、苦手な理由だなーってのがあれば教えてね。ただ、さっきまでの話は昔のことだ。
今の CVT の技術は進化してて、そういった悩みを解決しつつある。そりゃ技術が進めば、CVT の欠点もどんどん改善されていくわよね。特にはガスバルの CVT について一例として見ていこう。みんなご存知の通り、スバルは1985年に世界で初めて CVT を、大量生産者であるジャスケに採用し、CVT のパイオニア的存在でもある。みんなご存知って、多分スバル好きじゃないと知らない事実だと思うわよ。スバルのリニアトロニックという CVT は、不満が多い CVT の中でもかなり満足度が、高いものになっていたが、それでも全ての人を満足させる出来ではなかった。そこでスバルは、現行型のレボーグの上級グレードや、WRX に、SPT スバルパフォーマンストランスミッションを採用したんだ。当然これも CVT なのよね。もちろん、これはリニアトロニックの不満点をより解消したものだな。詳しい機構を説明すると長くなるのと、ウプ主の脳回路が焼き切れるので、割愛するが、ざっくりと説明をすると、スポーツリニアトロニックを大きく、進化させ、さらにスポーティな走りを実現した新型トランスミッションだ。上位互換であるなら、上級グレード等にしかつかないのは納得。高速道路での追い越しや合流時など、加速が欲しい場面でアクセルを踏み込んだ際の、レスポンスを向上させ、アクセル操作に対してエンジン回転と加速度が、ピタリと追従する滑らかな加速フィーリングを作り込んであるんだ。これまで課題になっていた、エンジン回転と車速とのズレが、ドライバーには不自然さをクリアしてるってことね。すごい。そうだな。スバルエンジニアの話によると、DCT と比較しても遜色のない速い変速で、ドライバーの意思に沿った自然な感覚で乗っていただける変速タイミングを実現したとのこと。熟練ドライバーが操作するマニュアルのようなスポーティな、ドライビングを楽しむことができるそうだぜ。じゃあ、昔の CVT と今の CVT では全く別物ってことね。昔の感覚で CVT を語ってる人は、今の CVT の技術の、進化にびっくりするんじゃないかしら。多分するんじゃないかな。まあ、マニュアル好きの人としては、いくら CVT が進化しようが、マニュアルに乗り続けると思うけどな、ウプ主みたいに。ただ、昔の感覚で CVT を語ってる人は、一度乗ってみてほしいものだ。これはあくまでもスバルの最新 CVT の話よね。他のメーカーさんの CVT ってどうなってるのかしら？私はスバルのことしか知らないから、ぜひ他メーカーの技術に詳しい人は、現在市販に出されてる最新 CVT 技術のことをコメントで教えてほしいぜ。ちょっと気になってるのは、トヨタのヤリスなんか CVT だけどラリーに、出てるから、きっとかなり性能のいい CVT をヤリスは積んでるんだろうな。CVT でラリーに出るとか、昔では考えられないんじゃないかしらね。技術の進化ってすごい。そして、CVT について独自の意見を持つネット民の賛否の意見を見てみよう。ぜひ、最後には皆さんの CVT に対する意見、ポジティブ、ネガティブどっちも歓迎なので、思ったことをコメントで教えてね。それではどうぞ。社用車で現行カローラのハイブリッドに乗ったけど、今の車はすごいなぁと。CVT なのは間違いないけど、昔のかったるい CVT とは別物だね。ドライバーの思い通りに動こうとするし、ハイブリッド車はモーターの。アシストもあって停止からの加速も合流時の加速もすごくスムーズ。燃費もいいし、足としては最高だと思った。まあ面白いかどうかで言ったら 100% マニュアル車の方が面白いけど、車の評価軸ってのは面白いかどうか以外にもあるからね。毎日乗っても億劫にならないイージードライブな車を、求めるなら今の CVT 車はかなり良いと思う。日本の道路事情も CVT が採用される要因の一つだろう。ただ面白いのが欧米では乗用車にはほとんど採用されていないが、大型の、農業用トラクターでは CVT がかなり広まってるということ。日本だと CVT で牽引作用は厳禁というイメージが強いと思うが、その点を欧米では克服しているらしい。まあその分目玉が飛び出るくらい高いけど農業が日本のレベルとは比べ物にならないくらい高いから燃費も作用効率も良い CVT のトラクターには需要があるのだろう。非力な低排気量な車だと走りでもメリットは少なからずあると思いますよ。例えばマニュアルで2だときつめ、だけど1だとレブっちゃうような。上りの微妙なコーナーでも、CVT ならスロットル開けたまま、バンド外さずにスピードを維持して脱出できたりします。クラッチが滑ってるかのような回転と速度のズレ感はマニュアル歴長いと、あるかもですが、だんだんとどんなマッピングされて制御してるか、分かってくるので、それに対応していけば違和感は減ってくる。個人的にはトルクの細い 1.5NA くらいまでの車なら CVT は全然ありだと思います。CVT のメリットはどれだけアクセルワークが雑で下手くそでもある程度、スムーズに走れてそこそこの燃費も出るところだと思います。
油圧に持っていかれる駆動損失が他のミッション形式より大きいので、パワーに余裕のない軽自動車等ではマニュアルにも走行性能や燃費の面で優位性があります。腕さえあればの話ですがね。 K11 マーチの MCVT の頃から CVT に乗っているけど、スクーターレースの駆動系チューン等に関わっていた経験もあってか、最初からこういうものという割り切りはできた。マニュアルで育ってきて今でもマニュアル車に乗っているけど、 CVT も仕組みを理解してエンジンの動力曲線をイメージしながら走らせれば、あれはあれで楽しいもんだよ。スバルの初期の CVT、 E-CVT は面白い特性でしたね。アクセルをベタ踏みするとバーンと回転が上昇してスルスルと速度が上がって、今は何割の AT が CVT なのかわかりませんが、だいぶ改善されたでしょう。普通におとなしく乗る車にはぴったりのミッションタイプですね。車を使い分けできればありなトランスミッションでしょう。スバルの縦置き CVT はでかいですね。通常の多段 AT より大きいので、当時は 5AT くらいでしたが、 CVT のはデブッとした感じ、6から9速のより多段化した方が縦置きプラス HV には良かったのではと思いますね。まあ趣味車には CVT はないね。あれは楽しかった。全然トルク感加速感ないのに気づけばスピード違反しているヤバいやつ。コスト削減とコンパクト化の両立ができる上、燃費にも有利となれば CVT 搭載車が増えるのも納得ですが、今のオートマは多段化が進んでおり、燃費面では CVT に近いものがあると思います。その反面、やはり急加速が欲しい時のアクセルの突きの悪さは最新の CVT でも残っており、踏んだ分だけ加速するのはキックダウンを体感できる多段 AT の方が上手だと感じますね。また、CVT は大馬力、高トルクに耐えられるだけの耐久性があるのか不安な面もあるため、技術的に成熟されている AT のメリットも健在だと思います。私のレガシー D4 2.0GT DIT、 アイサイトは一旦走り始めてしまえばターボ特有の加速力があるので、特に CVT だから嫌だということはありませんが、 I モード、S モード、S シャープモードどれを使ってもスタート時のワンテンポ遅れた加速がなんだかなと思える瞬間です。特に合流時、アクセルワークのキックダウンやパドルシフトでダウンさせてももう少しリニアに反応してくれると楽なんだけどなと思うことはあります。昔 DR レガシーの 2.5NA の CVT に乗ったが加速が本当に苦痛だった。踏んでも踏んでも加速しない感じ。しかも CVT って燃費重視って言うけど、カタログ燃費がいいだけで決して実燃費良くないだろう。いくら 2.5 リッターとは ANA だから加速が重かったんじゃないでしょうかね。私の BMG はターボなので S シャープで走れば中間加速に不満はないです。とはいえ以前乗っていた BH5 の方がオートマでしたが、スバル特有のボクサーサウンドとドッカンターボな走りが好きでした。実燃費は BH5 より BMG の方が 2km/L ほど良くなった感じです。 VMG に乗ってます。高回転キープをしたくて峠で S シャープを使うと、いいねマニュアルだと自分ではこんな変速できないと思う時があるのですが、高速の合流とかだと多段オートマみたいにちょっと遅れる感じがします。たまたま私の通る峠にマッチしているだけなんですかね。構造を考えてみれば、金属ベルトを挟む金属プーリーの幅を変える以上ラグが出ても仕方ないと思うが、スパスパとプーリーの幅を変えたいが、アップにしろダウンにしろベルト相手では限界があるだろう。ちなみにラリーで使用している CVT は ECU 制御が市販車と全く別物に書き換えられているんじゃなかったかな。いろいろと賛否の意見があって見応えがあったんじゃないですかね。もちろん CVT についての新しい意見や反論、考え方も共有したいのでコメントお待ちしております。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。